今回もハードオフで。いつもとは違うものが置いてあるなと思いながら見てみると、パーツ取りにと書いてある任天堂64を1000円で発見しました。電源入りますが起動しませんと書いてあるので、早速試していく。なんかベタベタ。これは強敵だな。